とうございます。今メンバーが12名いらっしゃるんですけど、今日はその中から4名来ていただきました。さっきと自己紹介からお願いします。はい、はい、福岡県出身りさちゃんこと落としまりさです。はい、愛知県出身まいかこと佐々木まいかです。はい、東京都出身ひとみんこと高松ひとみです。はい、広島県出身あんにょこと山本あんなです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。りさちゃんおかえり。はい、ねえ、もう福岡ですから。はい、ねえ、やっぱりほっとする。はい、本当にホーム感があって。いや、ホームですからできたって感じ。ねえ、ぜひ、はい、福岡出身のメンバーもいますので応援してくださいよ。お願いします、ね。そんなイコールラブは5枚目のシングルが間もなく、はい、4月24日水曜日リリース。そのタイトルが探せダイヤモンドリリー。ありがとうございます。この今の感じでまたこの後曲紹介してもらいますか。はい、何回でも。え、タイガー、え、タイガーリリーじゃないよ、ほらダイヤモンドリリーってなんだっけ。ダイヤモンドリリー、お花ですね。花だよね。はい、タイガーリリーはあれか、ピーターパン出てくるやつか。ピーターパンですかね。ちょっと今ジェネレーションギャップ、わかんないです。ダイヤモンドリリーって花だよね。お花です。ああ、今回はでもそういう風 なんかダブルミーニングみたいな感じで作ったのかな。どういう曲になってますか。うん、はい、この曲は、うん、儚くて切ないけど曲調はとても明るくて素敵な楽曲になっています。うん、ですよね、はい。ミュージックビデオも見ました。ありがとうございます。あれ、ひとみちゃんと、はい、渚ちゃんが、はい、なんかこうムズがいいんだよね、あれが。そうですね。ムズムズするんだよね、あれ。はい、それを周りが助けて、はい、もらい泣きするよね、あれね。本当ですか。しますします、ね。だって今の季節ちょうどいいじゃん。そうなんですよ、ね。しかもひとみとなぎさんもともとすごい仲が良くて、姉妹みたいなね、関係だ、うん、を知ってるからこそ、うん、なんだろうね、こっちも感情移入しちゃうというか、すごく、うん、はい。もうすぐ行っちゃうよってね。はい、ね、はい、行かないって言っちゃうね。見ちゃうんですよ。すごい見てくださって。全部見てますよね。でも言わなかったね。じゃあねって言ったのかな。そう、じゃあねって言いました。また会おうねっていうふうに僕は解釈しましたけど。あ、うん、その通りです。その通りね。完璧な予習でしたね。ありがとうございます。いや、でも本当に素敵な楽曲になってますんで、4月24日、はい、探せダイヤモンドリリー。はい。はい、他になんか PR ポイントありますか。これはっていうところ、なんかダンスとか。そうですね、うん、ダンスがまあ結構激しくって、うん、すごいこう歌詞は切ないんですけど、うん、すごい元気な曲なので元気な方に合わせたダンスになってて、うん、でもこう感想のところでこう手話があったり、うん、すごくこうなんだろう、歌詞一つ一つに合った振り付けをしてくださってるので、うん、こうライブでもちょっと皆さんにぜひチェックしてほしいなって思います。そこチェックポイントですね。はい、昨日のその JR 九州ホールでの握手会では、はい、はい、握手会は握手会だけだよね。あ、見習い、見習い。やったの？やりました。やっちゃったのか。昨日行った方いらっしゃいます？スタジオ前。あー、手が上がる上がる。ありがとうございます。そら行くわね。そうなんです。盛り上がりました、昨日。めちゃめちゃ盛り上がりました。でしょうね。ミニライブはもしかしてこの曲？はい、やりました。マジリリース前にやっちゃった。やっちゃいました。しかも昨日、このカップリング曲のいらないツインテールっていう曲を初披露したんですよ。うん、初めてだったから、正直なんか、はいはい、あ、しくったとかいろいろなかった。大丈夫？もうなんでわかるの？過ごしすぎて今でしょ、はい、中心だいたい初めての時って、あ、あれみたいな時あるの？そうなんですよ、からの成長ね、ファンの方にやっていただけたら。ナイスフォロー。ありがとうございます、はい、そうですか。いや、よかったね、昨日ね、見れてたからね。お得でしたけれども、でも今後もですね、ツアーで見られますんで、はい、今回のツアータイトルが今この船に乗れ、はい、開催ですよ。まもなくですよ。4月11日が愛知ゼップ名古屋でしょ、はい、4月13日が大阪ビッグキャットでしょ、はい、4月19日が東京ゼップ東京でしょ、はい、あれ、ここ福岡だよね。福岡。あれちょっと僕も老眼がだいぶ進んできたかな。あれ、そうなんですよ、今回実は福岡ツアーでは行けなくて。りさちゃん、そうなんですよ。これはちょっとどげんかせんというかね。あ、どうにかしないと。なんで今言いの？すごい今パスやったよね、今ね。びっくりした。もう決めるだけだったのね。うん、はい、新しいですね。ね、これはでも今後やっぱ福岡でもやってほしいね。やりたいです。でもゼップ福岡また新しくできとるのか。ね、
行かないかんめえもんこれ。おっ、ね、ジャンプいかんばい。わあ、ありがとうございます。これこれかわいい、出ましたね、シュート。こればいこればいね。うん、まあ今のところはこういうスケジュールになってますけども、はい、ぜひまたね、福岡でもお知らせできる日程があればと思います。はい、はい。さあそして今日はフリーメッセージプラスメールも届いてまして、ラジオネームタナショウさん、はい、まあ、今回はねこの4月24日の新しいシングルのプロモーションなんですが、自分がリクエストする曲は記憶のどこかです。ね、この曲のパフォーマンス初めて見た時かっこよすぎて鳥肌立ちました。ありがとうございます。また歌詞もすごく印象的で、うん、女性の好きすぎるがゆえの思いが綴られていて、うん、そこにも鳥肌が立ちました。うん、この曲についてはいかがですか。でもこの曲はファーストのカップリング曲なので、すごいね、びっくりしたね。うん、嬉しいです。すっごいかっこいい曲で、諸橋さなと野口よりのダブルセンター曲になってるんですけど、ダンスがね、うん、激しい、もう足をキックしまくる。これも激しかったよね。激しいよ。田中さん、今日はこの後新曲をお届けするんでね、即リクエストにお答えするの難しいんですが、うんうん、なんかこうお好きな歌詞の部分とか好きなポイントあります？いや、これはね、うん、その記憶のどこかで愛してっていう、うん、あの歌詞があるんですけど、うん、あの本当に直接愛してっていうわけじゃなくって、うん、過去の自分を愛してって意味なので、うん、ちょっとなんか深く考えてて、大人なんですよね、私が。あ、なるほどね。まあ、デビューシングルなのに、ね、深すぎて、うん、最初から、ね、まあ、14歳の子とかいるので、マジ？その当時。ちょっとその当時まだ12歳だったから、小学生から上がったばっかだった。ちょっと早いな、早いなっていう、攻めるな。足の世界観をね、表現するの大変でしたけど、さあ、しかし、さあ、しやりますね。さっしーこの頃僕ツイッターずっと見てますけど、トリニータが最近大分ね、調子でね、さっしーずーっとねつぶやいてますよ ね、 すね、トリニータだけだねつぶやくときは。そうです、ね、僕も一緒につぶやいてますけど、ね、うん、よろしく伝えてください、はい。さあそして今日はあのフリーメッセージなんですけども、なんか4人今日ね代表して来てもらってますけども、はい、イコールラブ、何かこうグループ内で流行ってることとか、なんか個人的にハマってることとかありますか。なんだろう、山本、うん、は最近こうメンバーに、まあ、結構いじられるんですよ、うん、そういう時に言うことは、うん、なんかもう喧嘩って言うんですよ。違うでしょ。いきなりタンク、もう喧嘩じゃけ、もう喧嘩じゃけ、出た広島弁、はい、じゃけの、そう、じゃけもう本当にじゃ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 あれってお好み焼き焼く時の音だよね。あ、じゃ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 、あ、そう、失礼しました。そう、喧嘩って言います。本当、はい、まあ、でもリアルファイトにはなんない。やっぱりね、絶好って言うとよくない。そうそうそう、よくないよくない。そうだから、うん、喧嘩だよ、もう喧嘩だからって言ってます、ね。他のメンバーは何か言ってることとか。高松は最近ガチでリンゴの顔向きにハマってます。ちゃんとずっとできるの。いや、カツラじゃないんですけど、うん、ちゃんとあの綺麗に8個、8等分にして、はい、はい、もう本当に綺麗に。えらい、もういつでも嫁入りできるね。へ、はい、そうですか。そうです。あとはハマってることとか。私も料理がしてる。はい、はい、料理やりますね。自分で作って自分で食べるっていうのがすごい好きですね。今日は何の気分ですか。今日はのカツ丼かな。今日カツ丼。いや、お昼結構カツ食べたり。カツにカツかよ。いやいや、カツ丼とカツはまた違うから。確かに、まあまあまあね。じゃあ今日はまだあの何食べようかなと迷ってる人はカツ丼で。カツ丼ですね。いいかもしれません。困ったらカツ丼で。はい。元気いっぱいになるね。結構食うな。リサちゃんは。いや、私はあのグループ的に流行ってるなって思うことは、うん、あのタピオカなんですけど、本当に今若い子たちはみんなどんどん時代的にね流行ってますよね。いろんなタピオカ屋さんを巡るのがすごい楽しみ、うん、いや、でもそうやって全国ツアーしながらだとまたね、はい、いろんなタピオカ屋さんもねチェックして、はい、いいですね、はい、うん、ぜひ福岡も次は、はい、ぜひぜひぜひ待っててください。はい、それでは、メンバー代表してですね、まあ、もちろん最新情報をオフィシャルホームページご覧いただくとしてですね、はいはい、リサちゃんから、はい、代表して一言いただきたいなと思います。はい、改めましてイコールラブです。福岡でも絶対絶対ツアーができるように一生懸命頑張るけん、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よ、ここで頑張るけん来たよ。今みんなほろっと来たでしょ。今来たよ、頑張るけん言われたらね、もう応援する方もね応援するけんって感じですよね。もうね、拍
拍手が出ておりますスタジオ前なんですけれども、じゃあ、あとはこの1曲を紹介いただくのみとなりましたけれども、はい、今日あと心残りないですか？大丈夫ですか？あ、今日はラーメン食べたかったな。あ、そりゃ心残りよね。あれあれ、そうね、博多の、うん、食べられない予定で帰る予定みたいな、そんな感じ。そうですね、まあ、かけ、あまり今あのね、あの空港なんかにもね、ラーメンカソールとかね、 ありますし、はい、どっかで隙を見つけたら、はい、ぜひちょっと行ってきます。できればいいですけれどもね。さあ、それではぜひ次はツアーでお会いできることを願いながら、この1曲、新曲です。ご紹介ください。はい、4月24日に発売されます私たちイコールラブのフィフスシングルです。それでは聴いてください。探せダイヤモンドリリー。ありがとうございます。ありがとうございます。ツイキャスト等もありがとうございます。ありがとうございました。ではツイキャストインスタライブ終了させていただきます。本日はゲストにイコールラブより音島梨沙さん、高松ひとみさん、佐々木舞香さん、山本杏奈さん、お招きいたしました。ありがとうございました。はい、では終了します。